はい、どうも、リアルバキョウです。さて、今回はですね、かなり質問の多い肩幅を広くするための筋トレ、これを紹介していきたいと思います。その中でもですね、初心者の方が絶対にやるべき基礎的な種目を紹介していきます。というのもね、僕は今減量中で、まあ、初心に立ち返ってこのプログラムをやってるんですけど、結構ね、スタンディング系、立って行う種目が多いんですよね。これによってやっぱり体幹の保持能力なんかがね、高くなるので、かなりおすすめです。ということで、紹介していきます。実際にやっていきましょう。まずは、スタンディングダンベルショルダーアップです。15回、10回、8回、6回の4セット。動作中、膝を軽く曲げ、腰への負担を避けます。腰を反らせすぎず、腹筋に力を入れ、体幹の安定を生み出します。ダンベルは肘の真上に保持し、力強く押し、三角筋で耐えながらゆっくりと下ろしていきます。2種目目はアップライトロー8回から10回を3セット。肩を落とし、腹筋背筋に力を入れ、胸を張り構えます。肘が頂点になるように、胸の高さまで強くダンベルを引き上げ、筋肉で耐えながらゆっくりと下ろしていきます。僧帽筋と三角筋中部繊維を刺激できる種目です。続いては連続で行うスーパーセット法。まずはベントオーバーリアレーズ10回から12回。三角筋後部を鍛える種目です。終わったらすぐにシーテッドサイドレーズ限界まで。この流れを3セット行います。リアレーズは足は腰幅、上体をやや丸めかぶせます。肘を軽く曲げ、ダンベルを真横に上げていきます。反動をすべて排除し、三角筋の後部のみで上げるイメージです。コントロールできるやや軽めのウェイトで行うようにしてください。サイドレーズは骨盤を前傾し、胸を張ることで僧帽筋の働きを抑えます。肘を軽く曲げ、ダンベルを真横に振り上げ、トップで三角筋に刺激が入っていることを確認し、三角筋で耐えながらゆっくりと下ろしていきます。上体は完全に固定せず、遊びを持たせるようにしましょう。シンプルですが、30分ほどで終わり、しかも肩の筋肉をバランスよく刺激できます。以上です。はい、こんな感じです。いかがだったでしょうか？これはですね、ダンベルだけでできるので、まあ、場所を選ばず自宅でもできるので、このプログラムをまずはマスターすると、今後の筋トレの効果もより高くなっていくと思います。ぜひですね、試してみてください。以上です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。いやチャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。からか標的をこの僕の声いいよ、いいよ、ケツみたいな胸。ケツみたいな胸。いるから生きるため走り出す